藤田剛氏には、日本の政治家、実業家。山口県産業小野田市長。元富士省代表取締役社長。山口県産業小野田市刈や生まれ。小野田市立竜王中学校。山口県立小野田高等学校卒業。1984年3月、東京理科大学工学部機械工学科卒業。1987年。 ノースイースタン大学情報システム修士課程終了。1988年、NTT データに就職。1991年、父の藤田康郎が創業した富士省に転職。2012年、同社代表取締役社長に就任。2016年、代表取締役社長を退任。2017年1月18日。 人気満了に伴う山陽小野田市長選挙への出馬を表明。同年4月9日に行われた市長選挙に自民党、公明党の推薦を受けて立候補し、民進党、連合山口の推薦を受けた元市議の伊藤実を破り、初当選を果たした。4月24日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数。 52,635人、最終投票率 49.32%2021 年、無投票で再選。ありがとうございます。